7月10日、横浜市青葉区にあるこどもの国でザリガニ釣り大会が行われました。頑張ってザリガニ取りますか？はい。このイベントはこどもの国内の白鳥湖や蓮池でザリガニやテナガエビを釣り、その1匹の重さを競い合うという大会です。参加者は網を使わずにタコ糸にサキイカをつけて獲物を狙います。はい、びっくりした。絶対座って危ないから。あ、来た。でも3人だよ今。3人か。白鳥湖で釣りをしていたこちらの女の子は次から次へとテナガエビを釣り上げていました。一番でかいね。大きいねあれね。釣り終えた参加者たちは続々と受付を訪れ、計測を行いました。あまり表向きにはしてないんですが、アメリカザリガニの駆除とかもちょっと楽しみながら逆に駆除をできるっていう、環境に貢献するといいますか、そういった感じで楽しんでいただけるようなイベントになっております。ちょっと難しかったです。釣れなかったけど楽しかった。最後はテナガエビの部、ザリガニの部の各上位者が表彰され、認定証と缶バッジがプレゼントされました。この日一番大きなザリガニを釣り上げた男の子は、逃げたりしてすごく大変でした。すごくやったと思いました。一度に結構何匹も釣ってらっしゃる方とかもいたので、かなり楽しみながらご参加いただけたのではないかと思います。